市道路は台湾の台北市台安区にある歴史的建造物である。日本統治時代に建てられた2階建ての日本式木造家屋である。建物の名前は前庭にある三本の藤の木にちなむ。1920年代に完成し、1945年まで台湾総督府の官僚の官謝として使用されていた。1950年9月。 中華民国財政部はこの建物を感謝として、税官庁の州特異に引き渡し、州によりこの建物は、御事特制祭と合された。1963年には2階建ての建物が増築され、キールン税官が管理していた。御事特制祭は、委員会校、長仏船、浄道林、夏道平、李光、陳、鈴見王などの知識人や、 文学者の集いの場となり、西洋の自由主義を台湾に紹介するために、ここで研究会が開催された。1975年、州徳意は渡米し、美琴特製祭は息子の周遊に引き継がれた。周遊は美霊島運動に参加しており、美琴特製祭は台湾の民主化活動家の活動拠点となった。沈文赤は反対運動記憶裏再美霊的保留 林や水は、落白候補者的精密書と語っている。また、周遊は、美琴特製祭を文化サロンとしても利用し、多くの芸術家を受け入れ、多くの文化人や芸術家の拠点ともなった。1981年に、美琴特製祭は茶芸館に改装されて、指導路と命名された。以来、展覧会や講演会、茶道教室、 社会などが開催されている。1983年9月、当該運動雑誌十種の代表者によって、当該変連会が正式に設立され、当時の台北市議会議員の沈水編、社長邸、ビレ島事件を弁護する広報兼弁護士らを招いて、市道路で準備会が開かれ、定下案,案を承認した。1997年に台北市政府により、 台北市指定戸籍に指定され、茶芸館の運営は台北市政府文化局から社団法人中華指導文化協会に移管された。改装を経て2008年にリニューアルオープンした。ありがとうございます。